引田駅はかつて福井県鶴ヶ市引田に存在した日本国有鉄道や長瀬線の駅である。北陸本線が長浜から金ヶ崎まで延伸した時に設置された。1957年に本線が路線変更になったため支線の駅となった。駅の北側に新旧合流地点があり、本線との振り分けはそれよりさらに鶴ヶ寄りに、 新設された刃と原信号上で制御された。その後、1963年に衣がかり、水道ループ線が本線上利用として開通すると、鶴ヶ新旧合流地点までは本線下り専用となり、柳瀬線として共用していた鶴ヶ当駅間は、休止扱いとされ、国鉄バス路線に転換となった。そして、翌年5月には、 柳瀬線そのものが全線廃線となった。新引田駅はこの駅より700メートル離れた山間部に位置し、当初は並存していたこともあり、代替駅とはみなされない。当駅新引田間の連絡バスもなかった。乗客の流れも、新引田駅には向かわず、鶴ヶ当駅間代替バスの需要が主だったが、国鉄バスを引き継いだ JR バスは2002年に廃線。現在は、 鶴ヶ市、コミュニティバス荒木線が運行されている。北陸本線時代は、相対式ホーム2面3線であった。柳瀬線時代には交換設備は撤去され、短式ホーム1面1線となっていた。レンガ済みの水路移行あたり駅岸が谷駅路盤は、国鉄バス専用道路に転用されたが、北陸道建設時に明け渡した。上り線ホームは、市線移行時に、 さらちに、生き残った下り線ホームには、荒地幼稚園が建てられ、現在は公民館となっているが、当時のホームの石積みが残っている。さらに駅跡から200メートルほど西には、当時のレンガ済みのアーチ状の水路遺構も残る。麻生東駅間では、旧屋長瀬線と旧国道8号が所々で交錯していたが、大半は谷間の両側に位置していて、 現在の国道8号とはほとんど一致しない。今では農道もしくは川沿いの茂みと化している。旧朝尾トンネルは霧通し化された。更新の遅れが国土地理院の地図でも急線が廃止になるまで新線は記載されなかった。2018年10月、駅跡地に駅名表を模した看板が設置された。旧柳瀬線広報室鶴河の式ナンバーワン零一。 平成25年度日本原子力研究開発機構鶴賀事業本部ありがとうございます。